今回のテーマは、天の川銀河の五次元マップを作る赤外線観測が完了です。天の川銀河の成り立ちは、おおよそ138億年前に起きたビッグバンと、その後の宇宙の進化と深く結びついています。生まれたての宇宙には星も銀河も存在せず、膨張する空間の中で重力が物質を引き寄せ、やがて最初の星や銀河が誕生しました。 現在の天の川銀河の原型となる原始天の川銀河は小さな銀河や星団と幾度も融合し時間とともに巨大で美しい円盤状の姿へと成長していきましたこの過程で無数の星が銀河内で生まれガスや塵が入り乱れながら宇宙の壮大な営みが銀河を舞台に繰り広げられました銀河の中心には太陽の400万倍の質量を持つ巨大 ブラックホールが存在し、その強力な重力が銀河の進化や星形成に影響を与えています。このブラックホールは直接見ることができませんが、銀河の心臓部として天の川銀河の進化を支配しているのです。私たちが夜空で目にする星々のきらめきやガスの美しい渦には、こうした長い歴史が刻まれています。そのため、天の川銀河の構造や運動を解き明かすことで、 私たちはこの銀河に刻まれた宇宙の歴史を読み解き138億年に渡る宇宙の壮大な物語に触れることができるのです天の川銀河の構造と進化を深く理解するためには銀河を立体的に描き出す3次元マップの製作が不可欠です夜空に見える星々は実際には異なる距離に存在し複雑な立体的配置を持っています この奥行きを捉え、星々の位置や運動を詳細に把握することが、銀河の進化を解明する鍵となります。天の川銀河は静止した存在ではなく、星々は時間とともに動き、進化し続けています。その運動や変遷を正確に捉えることで、銀河全体の歴史や未来を予測する手がかりが得られます。星々の三次元の位置と動き、さらに明るさの変化を観測することで、 銀河の成り立ちや成長そしてその未来までも読み解くことが可能となるのですこの天の川銀河の三次元マップを作り上げるために活躍しているのが欧州宇宙機関が運用しているガイア衛星ですガイア衛星は2013年に打ち上げられこれまでに前例のない精度で天の川銀河内の20億個の星の位置距離運動 そししてて明るさの変動を詳細に観測していますこの膨大なデータをもとに銀河全体の3次元マップが構築されつつあり私たちは銀河の立体構造をより深く理解することができるようになりました外野衛星の観測データは単なる星の配置だけでなく銀河内の星々がどのように動いているのかその運動パターンを明らかにしますこれにより銀河の進化の過程や その背後にある力学的な要素、そして天の川銀河がどのように成長し、どのような未来をたどるのかについての新たな洞察が得られています。ガイア衛星の成果は驚異的ですが、その観測にも限界があります。それは、ガイア衛星は可視光で観測しているため、銀河系内の星々や構造を隠してしまう塵の影響を受けやすいことです。 光は塵によって散乱され、特に天の川銀河の中心部や円盤部分の星が密集している領域では、多くの星が視界から遮られてしまいます。この制約を克服するために、重要なのが赤外線による観測です。赤外線は光に比べて波長が長いため、塵の影響を受けにくく、塵に隠された星や構造を観測することができます。つまり、 赤外線で銀河を観測することで、外野衛星が捉えられない隠れた星々や銀河の中心部の詳細な姿に迫ることができるのです。可視光と赤外線の双方のデータを組み合わせることで、天の川銀河の3次元マップはより正確で完全なものとなり、銀河全体の進化をさらに深く理解するための強力な手段となります。 この課題を解決するために、欧州南天天問題のビスタ望遠鏡を用いた大規模なサーベイ観測が2016年から2023年にかけて行われました。ビスタは、合計4メートルの望遠鏡で、広い視野を持つ近赤外線カメラを搭載しています。広い視野の特徴を生かし、様々な光天域サーベイが実施されています。その中には、天の川銀河の中心部や、 円盤のの領域を観測すするものも含ままれていますこの画像は天の川銀河の中心部と円盤の領域を観測した BBB 及び VVVX という2つのサーベイによって取得された領域を示しています。ビスタ望遠鏡の1つの視野が小さな視覚で示されており、全部で満月8600個分に相当する空の領域をカバーしています。銀河座標で表されており、 霊の部分が銀河の中心でその左右に円盤が広がっています背景の画像は可視光で取得されているため塵の濃い部分が黒く抜けていますつまり赤外線で観測することで塵に隠れた星々の姿が明らかになりますこの7年間にわたるサーベイ観測は2023年に完了し1年後の2024年9月には サーベイの概要を説明する論文とともに圧倒的な赤外線画像が公開されました広い天域が観測されているためさまざまな天体が捉えられていますその中にはカリーナ星雲も含まれます天体画像に興味がある方はジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡によって撮影された圧倒的なカリーナ星雲の画像を思い浮かべるかもしれませんサーベイチームは ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の画像と比較することで、ビスタのデータの質を示しています。上がビスタで、下がジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で取得された画像です。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の画像は、星雲を鮮明に捉えていますが、ビスタの画像ではより多くの星が観測されています。つまり、特定の波長では、ビスタの方がジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を上回る感度で、 星々を捉えているのですこのサーベイの目的は天の川銀河内の星々の3次元マップを作成することですからその目的を見事に達成していますこの圧倒的な観測から研究チームは15億個の星を捉えさらに1,000万個の変更性を検出しましたこれらのデータに基づき星々の位置距離固有運動明るさの変化を組み合わせた5次元マップが 作成されましたこのマップは銀河系の構造を立体的かつ動的に理解するための重要なツールであり銀河の進化や星の形成過程を解明するための貴重な情報を提供します天文学者たちは当初の目的である星の分布を調べることができ満足していますがサーベイチームはこのデータの凄さを一般に示すため 特に印象的な5つの美しい画像も公開しましたこれらの画像は天の川銀河の複雑で美しい構造を鮮やかに描き出しており最新の天文学の技術と知見を視覚的に示していますそれぞれの画像を見てみましょうこの画像はメッシエ17を捉えたものでオメガ星雲として知られる巨大な星形成領域を描写しています 赤外線観測によりメシエ17の内部構造や新しい星々がより詳細に明らかになりガスや塵の動きが捉えられました特に赤外線で観測することで可視光では見えない塵に隠れた若い星の活動が鮮明に映し出されていますこの画像は NGC6188 を捉えたものです 4100光年離れた祭壇座に位置するこの壮大な三光星雲はファイヤーバード星雲としても知られ新しい星が活発に形成される領域です星雲内には若い星々からなる星団 ngc 6193があり高いエネルギーを持つ星々が周囲のガスを吹き飛ばして独特のガス構造を形成しています メッシエ22は、イテザに位置する、球状星団で、地球から1万600光年離れています。肉眼でも見えるほど明るい星団で、特に夏の夜空で観察しやすい天体の一つです。メッシエ22は、数十万にも及ぶ星を含んでおり、その内部にはいくつかの恒星ブラックホールも存在するとされています。また、惑星上星雲が確認されており、 星団内での星形成や進化を研究する上で非常に重要な対象ですこの赤外線画像はサソリ座にある星形成領域 NGC6357 を新たな視点で捉えたものですロブスター星雲や戦うエビ星雲としても知られるこの星雲は約5500光年離れた場所にあり非常にはかく重い星を多く含んでいます 星雲の中心には巨大な星団ピスミス24が存在しこれらの星々は周囲のガスや塵を吹き飛ばして複雑なガスフィラメントや泡状の構造を形成しています。最後の画像は2つの星雲 NGC3603 と NGC3576 を捉えています。 ngc 3603は地球から2万2000光年離れたイテザウデに位置し非常に活発な星形成領域として知られていますここでは大量のガスとチリから新しい星々が誕生しており特に若くて重い星々から放たれる強力な放射線や恒星風で星雲の形が変えられています NGC3576 は9000光年離れた位置にあり彫刻家の星雲とも呼ばれる複雑で美しい形状を持つ星雲ですこの星雲では若い星々が活発に誕生しており星の誕生過程で周囲のガスや塵が影響を受け独特の構造が形成されていますこのような赤外線画像から作成された 天の川銀河の5次元マップをもとに最先端の2つの多天体分光器を使った観測が行われる予定です分光観測によりスペクトルを取得することでさらに精密なデータが得られ天の川銀河の構造や進化の過程が一層明らかになると期待されています今後のの進展が楽しみですねこの動画をご覧になって 面白かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。また、発信の機会を増やすために、Q、Twitter、X と Instagram も活用しています。よろしければ、こちらのフォローもお願いいたします。